ません。お待たせしすぎた。やっほーい。ちょっと待って。やばい、充電が全然ない。20% くらい。20% で、どれだけ持つか。いや、充電してたんだけど、妹がね、使うんですよ。めっちゃボスだ。さあ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 、準備を整えてライトアップ、まぶしい、よいしょ。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。前髪失敗しました。うすぴょん、吐きすぎただけね。ちょっとお待ちください。しばらく経ったら綺麗になりますから。もうお風呂入ったのよ。最近めっちゃ早いっしょ。そう、入りましたもん。早く寝たいんで。いや、どうしても遅く入ると寝るの遅くなっちゃうんですよ。そう、なんで？今日も、あ、一番風呂じゃなかったですね。弟帰ってくるの早かったんで。早寝早起き。体冷えちゃわない？わかんない、どっちも一緒かな。でも遅いと寝るの遅くなっちゃう方がいい。いや、あんま変わんない、分からんけど。彼めっちゃ安全運転っぽいって。みんな安全運転じゃなきゃダメでしょ。全員安全運転じゃなきゃダメです。全員マジレス野郎です。前髪切ったんですよ。そう、今ちょっと巻きすぎちゃってるんだけど、カーラーでね、切ったんですよ。ちょっと分かりにくいな、今馴染んでない。ちょっとパッツンっぽく見える。え、この辺もうちょっと切ってもか、なんか分かんない、難しい。前髪、なんか今日うまくいったなと思ったんですけどね。いや、前髪の癖が強い。ちょっと植毛矯正みたいなしよっかな。前髪だけめっちゃ癖すごいんですよ。ほら、なんかすごいね。ほら、見て、こことか。しよっかなって思ってます。え、なんかすごい癖。今、セットとか何もしてないんでね、余計にね。やだ、もう前髪伸ばしたくなっちゃう。前髪めんどくさすぎて。前髪ないのほんと楽やったなって思いますね。でも前髪切ったばっかりってこうじゃないと馴染まないことが多いんですよ。一時経ったらね、馴染んでくる。切り立てはね、あんまね、調子良くないんですよ。アイロン、お風呂上がりだからね、もう当てないの。
今日何もしてなかった。ヘアセットメイクもしてなかった。今日一日いつもね、お風呂ですか？いつもはね、いや、めっちゃバラバラですね。弟が帰り遅いんですけど、いつも早い日はバラバラですね。ほんとバラバラ。遅い日もあれば、一番最後の日もあれば、一番最初の日もあるし、バラバラ。いい感じの長さですか？いつも切りすぎたんだけど、今日はちょっと我慢しましたよ。ここまでで終わりって決めてね。ちょっとパッ、切ったばっかりだから、まあね、長い方が、いや流したいけど、私のお顔、私調べ、私のお顔的に前髪があった方が良かったんですよ。もうお顔的に前髪ない方、ある方が似合うという結果に至りました。 Yes。 でも前髪長いの似合う人いいなと思いました。私も似合うねってよく言われてたんですけど、いやたまにね、それもにはいいなと思いますね。けどね、でも前髪長いのめっちゃ楽やろうなと思います。羨ましい、絶対楽や。日本人の方は前髪ある人が多いよね。エイトで前髪ない人おる？少ないよね。目立ちそう、そっちの方がね。今日土曜日や、なんか、そうそう、お腹すいた、めっちゃお腹すいたよ。めっちゃお腹すいたよ。ゲームなんかやってます？ゲームはやってないですね。あつ森、あつ森。まあまあやってないですね。ほぼやってないですね。飽きちゃった。いやたまにやるけど、いやゲームやんないですね全然。好きなんだけどね、ゲームやり始めたらもうやばいと思ってやってない。私もゲームまでハマっちゃったらもうダメですね。ダメ人間になっちゃう。おでこ狭い、いや本当私もおでこ狭いんですよ。前髪つくたちあーね、いやおでこはまあ、いやおでこ広い人とおでこ広い人の方が前髪は似合うよね。おでこ狭い人、私おでこ狭いんだけど、でも前髪あった方が良かったんだよな。あれどっちがいいんだろう。さまよってきた。なんか調べ、私の骨格を全てめっちゃなんか詳しい人に調べてほしいな。こういうなんかメイクが似合って前髪はあった方がみたいな、こういう前髪の方が良くてみたいな、まあ、やりたいやつ選べばいいんや。
人用冷えピタ、冷えピタそれな、マジ共感、冷えピタマジはみ出るこれ言ったらマジ笑われるんだよね、はみ出るほんとそれな。ゲームしそうな感じじゃないか、ほんとですか見た目小学、逆に小学校の頃とか、みんなそうか、ずっとゲームばっかしてましたね。なんか夏休みとか、あの、うん、普段はまあどうだったか分かんないけど、夏休みとか休み期間は田舎の、まあ家も田舎なんですけど、田舎のばあちゃん家に遊びに行ってて、そっちであんまりお友達がいなくて暇すぎてずっとゲームしてましたね。4月2日マジ使おるよね、多分ね、おると思うマジ把握してなすぎ、多分おるよ、おりますよ、心配になるな、ゲームばかりして怒られてた、いや怒られてても弟の方が怒られてた、私はね、ちゃんと加減をねしてたので大丈夫でしたけど、でもめっちゃゲームばっかりしてた、なんか夏休みとかばあちゃん家に行くたんびに新しいあの DS のカセット買ってもらってた、行くたんびに新しいの買ってもらってた、今考えたらどんなよって思いますよね、あの子らそげいっぱい買ってもらってからって言われてたんですけど、えいいやん買ってくれるけんと思ってたんです、言ってたんですけど、今考えたらすっごいよな、なんどんなんちゅうひどい孫や、ひい孫や別それ目的じゃないけどな、ばあちゃん家行くのが楽しかったけどな、でも行くたんびに買ってもらってたな、すごいな、だってもうなんかテレビ台のなんか引き出しみたいなのあるんですけど、そこにカセットがずらーって並んでましたもん、やば、私おばあちゃんが妹にそんなことをしてたらめっちゃキレると思う妹にどういうか、なんですげー買ってもらったとねって言っちゃいそうなくらい、今は全くしないですね、スマホにゲームのアプリとかも入れてないくらい、スイッチとかも弟が欲しい、弟がねゲーム好きでね、スイッチも弟が欲しいって言って買ったけど結局全然やってないんだよ、あつ森もめっちゃ欲しいって言って、まあ、しょうがないなって言って買ったんですけど全然全くやんない、初日で終わりみたいな、ふざけとるなあ、222ゾロ目、手がめっちゃいい匂いです みんなご飯食べた？私はまだです、超お腹が空きました、腹減った腹減った、 HARATTA 腹減った、
めっちゃお腹すいた。ママがさっきキッチンの横のなんかゴミ袋みたいなのをチラッと見たら、油淋鶏のなんか元みたいなの買ってました。あ、みたいな袋がありました。捨ててありました。勝った。今日は勝ち組。メーカー言う。キーマカレー餃の座、それはいいです。座いやごめん、チェックじゃなくてチラッと目に入っちゃったね。チラッとね、チラッと目に入っちゃったんですよ。カツ丼いいな。草野球やってきたんですが、いいですね。野球やりたい。バッティングセンターに行きたいですね。一緒に作ったりしないの？もうしない。もう特殊なママ、マミーに任せてます。58歳ですよってな。58歳ですよ。今年19歳になりますけど大丈夫ですか？いやね、私は決めてるんですよ。ちゃんと計画してまいります。いや、なんかさ、いやそうだよね。でママも実際、いや思うよ本当に。いや、まあ、作ってくれても楽だと思うけど、あ、いや、やっぱ言うのやめますわ。話すのやめる。キムチ納豆、キムチ食べたい。キムチ、お刺身、あ、そう、お寿司食べた。え、今日お寿司って言えばよかった。お寿司食べた。明日言おう。お寿司食べたい。お寿司食べに行こうって言おうかな。めっちゃ食べたいお寿司。寿司、おーい、お茶。ニベア、急に出てきた。この音全然知らんかったけど、友達にめっちゃ聞かされて覚えちゃったな。すごい。あ、あれ。みんなのカラオケのお箱は何ですか？急やけど、私はね、カラオケに全く行かないんでね、お箱なんてないですよ。
そう、カラオケ全く行かないんだよな。カラオケ、今からカラオケ行こうぜっていう。これすごい、これさ斜めなのにさ、そこが行けたのすごくない？今からカラオケ行こうぜっていうような人がになりたかったですけど、私カラオケもボーリングもあんま好きじゃないというか、なので全然ダメですね。何がダメ？大会聞いたん。ドゥルッドゥッドゥッドゥッ。ね、ボーリングとカラオケってめっちゃ誘われるよね。カリビアン系。私そういうの苦手なんで。ボーリングって楽しいんかな。楽しいですか。楽しいか、まあ、楽しいよね普通に。なんで行かないのかな。なんとなく行かない。え、カラオケとかも、いや、あ、大人数のカラオケがめっちゃ嫌です。なんか、あ、なんだろう、わからんな。楽しいんかな。あ、スポッチャね、スポッチャ楽しい。ラウンドワン大好き、私なんか大好き。ラウンドワン行って一番楽しいのはバッティング。バッティングです。あのゾーンが一番楽しい。どうスケートできんけど。いや、そう、一人で歌う分にはもう楽しいけどね。友達とカラオケ、いや、まあ、行く人は行きますね。私友達とカラオケ、なんか中1ぐらいの頃になんか誘われて行ったんですけど、楽しくねえなって思って。あ、なんかさ、友達といるのに楽しいけど、カラオケってなんかそんでもそうでもないのみたいになって。え、カラオケなんか友達と遊び行く時も、え、カラオケ以外にしようみたいな。カラオケを避けてきたんですよ。で、それはあと行ったの、ぐらい、もう全然もう数えられるくらいカラオケとか行ったので、その後中3くらいの頃にあのラウンドワンでカラオケしました。なんかほら卒業するからみんなで遊び行こうぜみたいな。でその時は友達と2人くらいで歌ってた、ずっと。でその後高校に入って高1の頃にみんなで行って、でもあんま歌わんくて、で高2くらいでもう一回友達と2人で行って、でもちょっとだった。でもそんくらい、本当にこれくらいです。あとは一人で、一人でカラオケ屋さんに行ってはないけど。友達から歌ってて、歌って、うん、言われないですね。なんかたまにさ、あ、なんかあんまそんな仲良くも、あ、なんかめっちゃ仲いいってわけじゃない人に、ちょっと AKB やけん、絶対
てよみたいな感じでノリで言われたらめっちゃ嫌です。私歌わないアイドルなんでって言ってましたから私は歌わないアイドルなんで、 AKB の歌わないアイドルなんでみたいな、歌わない AKB なんですよ。バッティングセンター球速は、え、わかんない、何キロですか普通は。100キロくらい遅いやつ、遅いやつ、いや遅くはないか、別に全部速いよね。当てるので精一杯ですから。終電なくなって始発まで立つ、すっげえなー、パリピア一人で、人からは注意はずい、マジはずいもんな。店員さんはこの人人からやーって思うんかな。でも今多いでしょ、一人温泉、一人温泉ちょっとハードル高いですね。まず温泉にもあんまり行かんからな。友達と温泉行こうねって言ってたけど行かなかったな結局。温泉行きたい。マジスカの銀河劇場行ったのにチケット忘れて帰って、嘘やん、見れんかったってことですか。やばすぎそれ。あ、え、そう、うそ、一番大切なものやんマジそれはピエンどころじゃないくらい。ピエン、いや、人からは車内いいね、一人でどこまで行動できそう。どうかな、でも一人が楽だし好きですけど、一人行動みたいな。でもまあなんかどうだろうな、どこまでって、どこまでが一番、何がある。もう映画とかはもう全然見るけど、でも映画はハードル低いじゃないですか、全然一人の人ばっかりやし。なんだ、何があります。一人でも焼肉、焼肉は逆に一人だと焼けないんで誰かに焼いてもらわないといけないんで一人焼肉一度も行ったらさ、一人でしか行かなくなりそう。それはないか、でも誰かと行くのが楽しいよね。焼肉行きたい、お肉食べたい、家肉食べたいいい肉食べたい気分や。人からのお客さんめっちゃ美味しい、店員はもちろん全然気にしてない。ダンスよな、やばいよね、行きたいな、めっちゃ行きたいからわけ。肝試しとか何人でも無理やわ、100人くらいならいけるよ3人でも無理、3人でこう肩、あ、腕組んでいくのも無理。みんなで5人、 1,2,3,4,5,6 くらいで私を包囲してくれればいけますけど、みんなギュッと固まっていくくらいならいいけど、一人テーマパークは絶対無理。まず何をするんですかってなって、そっちの方がね気まずさというより、テーマパークマジ悩んじゃう、え、これは何ですかみたいな、なんとかなんとかなんとかパークみたいな、いっぱいあるじゃないですか。めっちゃ詳しい人としか行けんな、一人テーマパークは一生行かなそう。もつ鍋屋さんはいけると思うな、一人ハウステンボスは悲しくなっちゃう。なんかそういう系はさ大人数で行った方が楽しい、
楽しいって感じちゃうの私は。一人お笑いライブいいじゃん。あでもどうかな。いやいけるっちゃいけるけど、いや行けます行けます全然行けます。でも誰かと行くと楽しいよねって感じですね。でも行ける国家選手なんでやん。牛丼屋さんにまず行ったことないからな。行けると思うんだけど、牛丼とか余裕じゃない。てか今とかさ特にさ、なんか席、飲食店もさ席ごとで仕切ってるところ多いじゃないですか。だから逆に一人でも食べやすいですよね飲食店。うーん、流しそうめん一人は悲しくない？どうやろ。あでもいいね流しそうめんお家にしたいなまあ家族でやるわ。一人で旅行は行ってみたいです。めっちゃ行ってみたい。一人でゆっくり旅行にね行きたいですね。でもまだなんか友達とかと行きたいの方が強いな。大人になったらしたいですね確いやそれあそう方向音痴それな。私その問題が一番大きいですね。めっちゃ方向音痴なんですよ。すっごい方向音痴なんかすっごい方向音痴で私もうびっくりするぐらい方向音痴なんですよこれ覚えておいてください。私吉田カレン辞書のに加えといてください。分かる人も分かってると思うんですけど、めちゃくちゃ方向音痴すぎてやばいんですよいやどうかな。でも親にもすごいねって言われるんですけど、なんかなんだろう、あ歩きとかでも来た道は戻れないとかさ、あとなんか最近車とか乗り始めたじゃないですか私。で親になんかじゃあいつも行ってるあそこに行こうみたいな、でここ右ここ左とか聞いちゃうんですよ。あんたいつもこう聞かれるのに分からん覚えとらんとねって言われるんですよね。でもまあ私はいつも妹の面倒をこう後ろで見てる人間なんですよ。親が運転して私が妹となんかお世話っていうか話してるみたいな。だからまああんま順路とか見ないんですけど、でもなんかそう近所の道もあんま近所は分かりますけど、なんかでもその車も運転し始めてほんとすごい方向音痴をまた実感したというか、なんかナビもマジきついし、ナビを見ながらこう行くじゃないですか。まあ今は特に仕方ないと思うんだけど、なんか運転するのに集中してるっていうのもあるんだけど、来た道帰るのもマジきついんですよね。あれこれどこ通ったっけとか。だからマジ一人で知らない道行くの本当結構ドキドキします。誰かにナビ見てもらいながらが一番楽。まだまあずっと運転してたら覚えてくるんかなって思うんですけど、まあ今もだんだん覚えてきてるし、あとね何よりショッピングモール、いつも行ってるショッピングモールとかも全然覚えないんですよ。
なんか夢タウンとかイオンとかさ、なんかもろもろいろんなショッピングモールあるじゃないですか。天神とかもいろんなところ、福岡もいっぱいショッピングモールあるでしょ。いつも行ってる、もういつも行ってるようなところでも、あれここどこだっけっていつもなるんですよね。あとさ、なんか車止めて駐車場に、あれ駐車場めっちゃ思うんだけど、あれ車どこに止めたっけみたいな、毎回なるんですよ。絶対覚えてることほとんどないみたいな。すっごいの、めっちゃすごい。そうなのよ。え、カーナビとかもうナビないと私死にますよ。死にやせん。方向音痴の人は目印となる目標の設定が良くないんだって。変化するものです。なるほど。私まずね、見ないんだよね。なんか人と歩いててもちゃんと見なんか歩きながらちゃんと周りを見て覚えてればいいんだけど、全く何も考えずに歩いちゃうんですよ。すっごいそれはダメだなと思うところです。だから周りの人はちゃんと周りを見ながら歩いてるんやなと思います。だから帰り、あ、ここ通ったじゃんとか言うんですよ。あ、全然見てなかったみたいな、何にも考えずに歩いてるんですよね。良くないなと思います。これからちゃんと見ようと思います。今日他人の車持ち入れてガチガチで、やばすぎやばすぎ。うん、でかいとこの駐車場では目印や番号よ。ああね、いやそうなのよ。みんなしてるんかな。シャメします、シャメはまずするの。いや本当にすごいんですよ。あ、もうすぐ終わろう。30分まで。車運転し始めたらちょっとは治るかな。だから一人旅、そうそう一人旅、ね、どう前一人旅で迷子になっちゃったらもう終わっちゃうね。あ、でもどうだろうね、今はまあスマホがありますからね、マップでなんとか行けますからね。だからもうそう、方向音痴だから逆にマップを見るのが、まあ、少しは上手くなったなと思いますね。徒歩の分にはね、車にはちょっと難しいんだけど。東京はまあまあまあ迷う。初めてとかはまあ苦労するけど、だいぶね慣れてきましたよ、東京の駅も。電車もよく乗り、あ、電車はよく乗り間違えてた。今はまああんまりね、東京の電車は逆になんかはっきりしてるじゃないですか。なんていうかな、なんとか線みたいな、でなんか調べたらちゃんと何番線みたいなの出てくるし、はっきりしてるやん。まあ乗り場を探すのにまずあれどこかなどこかなみたいな、え、一回建物出るんみたいなとかありますけど、
なんか福岡とかなんか東京のになれると逆に西鉄電車とか悩んじゃいますね。福岡はなんていうはっきりし、いやしてないよね。なんかなんていうかな、東京はすごい逆に多すぎてきっちりきっちり分かれてるじゃないですか。難しいんだけど、福岡の方が逆にむずくなっちゃったわ。あれこれでいいんだよね、これでいいんだよねみたいな。博多とか天神のバスが、いやそうね、博多ね、そうなのよ、バスすごいよねあれ。東京のバスもあんま乗んないけどね。そう、うん、まあでもだいぶ慣れましたよ、もう6年も東京に行ってたら。ああ西鉄と JR を間違え、それはめっちゃ大変ですね。それは相当大変。まあ、でも最初の方はさ、もうあれ切符はもうどこ行き場買えばよかったかなみたいな、切符の買い方すら分かんなかったけど、もう今はね IC カードでピッとね行けますからね、楽ちんや。素晴らしい時代でございます。あ、7時半になったので終わろう。ランキングを読むわよ。13位、玉国さんありがとうございます。12位ジアリングさんありがとうございます。11位オメーラさんありがとうございます。10位アディさんありがとうございます。9位ヒガさんありがとうございます。8位久保哲さんありがとうございます。で7位ティーヤナさんありがとうございます。6位あのねさんありがとうございます。5位ヌッシーさんありがとうございます。4位ミヒーマサヤさんありがとうございます。3位トリオヤジさんありがとうございます。2位アマツカゼさんありがとうございます。1位ハヤちゃんさんありがとうございます。いや、じゃあね、またね、今日もありがとうございました。さようなら。バイバーイ。